本日は井上尚弥バース・フルトンの試合結果と試合に寄せられた声を見ていきます。今回挑戦者としてベルトに挑んだ井上尚弥選手ですが2022年に ドネアと戦い、3団体統一に成功。その際には世界ランキングが1位になったことが話題となりました。また、残りのベルトを持っていた、ボール・バトラーの鉄壁の防御を崩し、KO 勝利。ボクシング4団体統一を成し遂げる偉業を果たしましたが、あっさりとベルトを返上。井上直也選手。 スーパーパバンタム級に挙げても4団体統一の目標は掲げていきたいです2階級の4団体統一は本当に偉業になるのでそこを目指してやっていきたいとフルトンタパレスが持つベルトを奪いたいと決意表明されていました一方のフルトン選手はプロ戦績は21戦21勝と井上尚弥選手同様にここまで負けなしという圧倒的な戦績を誇る王者です2021年に WBOWBC2 つのベルトを獲得後には WBC のベルトは2回 WBO のベルトは3度の防衛に成功しました試合が決まる前ではありますがフルトン選手は海外インタビューで井上尚恵は素晴らしい選手でスキルも恵まれてるしパワーもあるもし 俺が彼との試合を勝敗予測すするるなら俺が発する彼は俺には小柄すぎるし背も低すぎるリーチも及ばないからずっと彼のパワーショットを受け続けることもないと体格差を指摘実際会見の際には横に両者が並ぶと体格差が歴然としていましたが体格差については同じくスーパーバンタム級で活躍中の亀田智樹選手も研究しており俺も同じようにスーパーバンタム級に階級を開けた時に対戦相手のパワー体の強さを感じたバンタム級 ではバンバン相手を倒せたのにスーパーバンタムでは倒せない井上王者はどうなるのかわからないが他の選手と身長が違う井上は 165cm スーパーバンタム級では 170cm が最低ラインリーチ1つ拳が届かないということが出てくると体格差が試合に影響を及ぼすのではないかと話されていましたただ体格差について井上直江選手は ボクシングはある一定の階級まで体のデカさは関係ない。この階級は自身へのチャレンジはあるが、その可能性を信じたいと周囲の言葉を跳ねのけ、また試合直前の制止されるほどのバチバチのフェイスオフ後には、井上選手、燃えてきましたね。南合いは長かったが、腹が立った、顔が視線の送り方ってあるじゃないですか。ちょっと上から来てるって感じだったので、上等だよと。やはり、 慎重さがどうしてもある中、上から睨みつけられたのが、イラついたのかコメント。それもそのはずで、公開経路にて、フルトンは井上に勝る部分を問われると頭を刺しながら知能だと断言。さらに追い打ちをかけるように、フルトン陣営からも、井上苗は小さいと掛け声が上がり、フルトンもニヤニヤしていたからです。また記者から、怒りを出した。 井上尚弥は強いはずだと話を振られるとそんなに自分は表情に出すタイプじゃないからメンタル的にもよく仕上がってるなといい試合になりそう打ち合ってくれたら爆発的なものが出せるでも明日は技術戦になると思う感情は抑えて頭を使って戦いたいと井上尚弥選手かつては敵であったロドリゲス陣営を ししししたたたた父ントレーナーナがが突き飛ばさされるる騒動があっ試試合合ででは相手をををランドで怒りりのせせい KO した試合を思い出させる発言をしておりました実際、井上尚弥選手の関係者も、長いこと井上尚弥選手の試合を見ていますが、こんなフェイスオフ初めてかもしれません。気約がすごいです。いよいよ明日ですね。と投稿している通り、今回の試合への思いがいつもと違ったようです。ただ、フルトン本人は報道陣から、フェイスオフで井上は怒ってるように見えたが、と話を振られると、怒ってるように見えたって、それはいいね。 起こることは多くのエネルギーを使うからな。彼にはハッピーで。 いいいてててももららううよりり怒っていてもらう方がありがあたいねとまさかのアンサー心理戦はすでに始まっていたようで、バンテージでの巻き方でも一問着フルートン陣営がクレームを記者会見というオープンの場で話したことで、井上長江選手も、日本には日本のローカルルールがある。それはアメリカでも州によってローカルルールがあり、巻き方が違う。25日は、日本改正だから、もちろん日本のルールに従ってやるつもり、そこについては、グダグダ言わさんようと投稿しておりましたが、結局は両者話し合いの末、JBC 運営 それから北米のルールを採用して1回ガーゼを撒いてからテーピングで固定することになったフルトン陣営もそれで問題ないと納得していましたと相手に情報することになり井上陣営からもフルトンのクリンチやホールディングをしっかり見てほしいとの要望は受けられましたがやはり様々なところで煽り合いの裏で信実戦はスタートしていたようですそのように試合前からバチバチに煽り合った試合結果に話を移します 1>, 1ラウンドから井上直江選手のパンチが当たり、井上直江選手、相手のバックステップが速いのか、俺のインが。 入るののが早いのかと述べておりましたが安定した試合2ラウンド3ラウンド目を井上のボディが何度も入りフルトンビビりすぎたためか井上殴ってこいと挑発フルトンが鼻血で終了4ラウンド目は井上尚弥も相手の攻撃をもらうも綺麗な顔のまま6ラウンド7ラウンド目へと終了最後8ラウンドで井上尚弥がフルトンを倒しきり WBCWBO 世界スーパーバンタム級タイトル戦は井上尚弥選手の勝利となりました井上尚弥選手は試合後皆さん本当にありがとうございました初めて バンタム級で4団体統一して今年その4団体のベルトを全て返上する決意をしまして今日このスーパーバンタム級タイトルマッチになることが正式に決定してそれに向けてひたすら練習に励んできましたとコメント残しておりました次にこの試合に押された声を見ていきます 試合前には、まず兄弟の井上拓馬選手が、いよいよ明日、バトンは繋げた。なおは必ずやってくれる。と、言えるこれには井上奈弥選手も、うすと反応。また、京口元世界王者も、ついに明日がめちゃくちゃ楽しみだと、言えるまた、K1 創設者の石井館長も、フルトンのヒゲなんとかならないのかいな。プロテクターつけてるようだ。それでも井上が勝つ。久しぶりに気合が入る。と、稿。また、ボクシングとあって、芸能界からも千鳥さんが、明日は井上奈弥君の大一番。 ボクシングの大一番。や。 松本さんからも、試合に対してエールが送られておりました。そして、試合後には、八重介選手が、画面でも伝わるすげえ吐き。また、畠山選手が、井上の方がデカか,かった。相当井上直江選手の強さを感じてたと思う。すべてがダイナマイト。ジャブもすごいと大絶賛。そして、村田選手も、すべてのものがう、ま、上回っている。相手も、井上直江をビビりすぎていた。左も強い。ダメージがすごくて、総合力の差がありましたよね。とこちらも大絶賛。また、マニーパッケアも、井上はスピードがあり、パンチのパワーもある。彼は特別なファイターだ、と称賛して おりましたなお今回は同じくオアシチーム所属で元 K1 王者の武井選手も出ておりましたが試合前には5 3 9 k ロ軽量クリア明日は会場とレミノから応援よろしくお願いしますバチッと数を投稿無事勝利で井上愛選手にバトンタッチすることに成功しておりました最近那須川天心選手がボクシングデビューを果たし 次はメキシコの強豪との試合が決まっておりますが武井選手はすでに那須川天心選手と戦いたい武井さんの敵討ちではないですけれどと発言井上尚弥選手の所属する大橋チーム会長も 那須川天心選手と武井君をぶつけたいもし天心選手が武井君に勝つようなことがあれば井上尚弥君との試合もあり得ると話していましたが井上尚弥バスなすか天心のビッグマッチが開催される日が来るのか楽しみなところです最後に簡単に今後のためにも昭和予測を当った選手がいたかを振り返ってみるとマスさんが井上がプレスをかけてボディを利かせて KO で勝つ予測また内山さんは最初に結論を言いますと僕の予測は後半 KO か判定で井上尚弥選手が勝つ予測そして さんが圧倒ししちゃうと言っってたからやっぱり井上君でしょうフルトン戦は完勝と僕は思います倒して勝つと思いますよものが違うでしょうと慶応勝利を予測そして京口選手がジャブをコツコツ当てる試合になると思うし最終的には勝つと思うが圧勝はないと語りカメラもき選手もフルトンを捕まえるのに井上尚弥が苦戦したらズーずー行く可能性があり逃げられると面倒なので簡単に逃げさせない1ラウンドで捕まえる必要がある判定は井上選手と予測しておりました以上上今回は井上 フルトンの試合結果を求めていましたぜひ今回の試合結果への皆様の感想もコメント欄で教えてください次の動画では井上ナイアバースフルトンの外外反応についてお伝えする予定ですのでぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちくださいなお今回の動画が良かったら高評価ボタンを押してくださり通知ボタンも応援してくださると励みになりますまた今回の試合ですが NTT が運営するネミノにて見逃し配信がされておりますぜひ試合に寄せられた声を見てやはり試合を見たいと思った方は概要欄に記載の URL からぜひ登録を視聴してみてください以上今回も動画 ご視聴いただきありがとうございました別の動画でもお会いできるのを楽しみにしております